佐賀市の佐賀女子短期大学は、来年度からすべての学科で男子学生を受け入れ、男女共学化することを発表しました。佐賀女子短期大学が来年度から男子学生を受け入れるのは、教員や保育士を養成する子ども未来学科です。大学によりますと、少子化に伴う保育士不足などが課題となる中、人材を確保しようと、おととし頃から男子学生の受け入れを検討していたということです。大学では、今年度から介護福祉士などを養成する地域未来学科で、留学生の男子学生を受け入れているため、来年度からすべての学科で男女共学化となります。学校名は引き続き佐賀女子短期大学のままですが、現在変更を検討中だということです。